カウントダウン TV 動画をご覧の皆さん、こんにちは。声優の下野宏です。2月27日月曜夜7時からのカウントダウン TV ライブライブは90年代フェス2時間スペシャルを放送します。お楽しみに。今回90年代フェスということなんですけど、思い出の90年代ソングを教えてください。そうですね、いやまあ本当90年代といえばもう僕の中ではそれこそ中高とかね、もう青春真っ只中だったので、もう本当特にその頃一番それこそビジュアル系もそうですし、ロックを一番聴いてたかな。布袋寅泰さんとか、あとイエローモンキーさん、ザ・イエローモンキーさんも聴いてましたしね。その中で個人的になんだろうな、よく聴いてたのがこうちょっとその当時ってなんて言うんでしょうね、まあいわゆる、まあ、こう片思いとかね、なんかそういう風なこう恋愛みたいなねところを結構こう気にしたりとかする思春期だったものですから、その中でね切ない楽曲っていうので、ザ・イエローモンキーさんの花吹雪っていう曲があるんですけど、結構ねロックで激しい曲ではあるんですけど、なんか物悲しさがあるっていうのが好きで、ウォークマンですよ。ウォークマンでこうカセットを流しながらね、こう花吹雪が流れてくるとこうちょっと歌うみたいな、なんかそういうのをよくね、やってましたね。いやー懐かしいですね。もう20年ぐらい前の話になりますけど、そうですね。でも本当にその頃一番ロックとかを聴いていたので、それが影響して、ね、自分でもその歌ったりとか、今でもいろんなロックを聴いたりとかしたりしてますね。カウントダウン TV ライブライブ90年代フェス2時間スペシャルは2月27日月曜夜7時からです。以上、下野宏でした。放送をお楽しみに。